歴代か最高のセンターバックコンビ。ピケルプジョルとか好きですね。ピケ・プジョル。アンダイグマティブも好きですね。なんかもう圧巻みたいな、こう崩せる気しねえなみたいな2枚が好きですよね。クリバリ・マノラストも好きでしたよね、一瞬。あ、ペペ・ラモスね。ペ・ペラモスに関してはね、あの時のペペのメッシュの手、スパイクで踏んだりとか、記憶喪失だったからみたいな、なんか。あの時のペペどうかしてましたよね、本当に。モーリーノの影響なのか,かんないけど。アラバ・ボアティング、確かに良かったですね。どっちもコマンダーだからね。 司令官になれる2人だから結構バランリサマル好きですけどね。パーリナンドビリッチの時代はそんな見てないんですよね。あ、でも今のサリババガリアイスとか好きですけどね。あティンバーリサマル。うん、ティンバーリサマルが好きですね。キエリミー・ボルチね、なんか好きっていうよりなんかこう、豪想というかなんか、なんていうのかな、本当兵士を見てる感じがしますよね。あマルキーニョス・チアゴ・シューバーとか、やっぱこうやって見ると可愛げないね。マルキーニョス・チアゴ・シューバーできすぎて可愛げがないな、好きうんぬんじゃなくて。